どうもケミです、今日もですねこのシンコペーションブックの読み方をやっていこうかなと思うんですけど、ですね今日はですね、ハイハットです。ハイハットワークって言ったらいいんでしょうか。ですね今までこう使ってた音符のその音符があるところをハイハットを叩いて、で普通にスネア左手がパンっていう、まあ俗に言うバックビートのところにはスネアを入れるっていう感じで、でキックは四分音符でドンドンドンってあるんですけど、それを半分二分音符にして、まあ一個ずつ減らすみたいな感じですねっていう感じでやったハイハットワーク、なんか通常のずっと刻むっていう感じではちょっとなくなるんですけど、ちょっとその読み方をやってみたいと思います。それではやってみましょう。